ハロー、マリサ。おはよう、霊夢。今日も京都で中編だよ。はい、マリサさん。およ。私が言おうと思っていることは何でしょう？前回は、ムーアズ事件の前編をやったね、とか。惜しい。実はね、こんな私たちでも、ファンアートなるものを描いていただけるように、なったのよ。惜しい。かすりともしていないんだが、で、それがどうしたんだ？せっかく、書いていただいたから、動画の最後に掲載させていただこうと思って。ああ、そういうことか、いいんじゃないか。今の私たちのヘッダーも、ファンアートからヘッダーにさせていただいているわ。元絵はこんなに素晴らしいわ。実は、もらった絵はすべて、iPhone でも保存しているし、セブンネットプリントで印刷して、ファイリングさせてもらっているわ。X から常時受け付けているから、気軽にもらえると嬉しいわ。さて、あなたは間違ったから、罰ゲームね。まあ考えておくわ。それじゃあ、そろそろ解説に、行こうかしらね。ムーアズ事件、周辺、解説始まるよ。ゆっくりしていってね。この動画には、過激な表現や画像が含まれます。苦手な方のご視聴は、おやめください。前回までの、あらすじ。イアンとヒンドリーは、出会ってからついに、犯行に手を染めてしまったんだ。彼は、5人目の被害者、エヴァンスの犯行時に、仲間に引き入れようとした。デビッド・スミスに裏切られて、通報され、捕まってしまったんだ。ただ、警察が捜査しても、エヴァンスの、他の犯行の手がかりは、見つからない。一体どうなってしまうのか。当初、警察の捜索は、二人の家の周りを重点的に行われていたんだ。それでも、エヴァンス以外の、遺体の出土などはなかったんだ。ただ、近隣の家々を調査していた警官は、12歳の、パトリシア・ホッジスに話を聞いた際に、興味深い話を聞くことができたんだ。近所の女の子か。それは、彼女は何度かイアンとヒンドリーによって、サドルワース・ムーアに連れて行かれたことがあった、というものだったんだ。そして彼女は、よく二人に連れられて行った場所に、案内することができたんだ。そこは A635 道路沿いの、何の変哲もない場所だったんだ。おーおーおー、ただ単に連れ回していただけなのに、こう繋がっていくんだな。警察は直ちに、その地域の捜索を開始したんだ。そして翌日、10月16日に、泥炭から突き出た腕の骨を、発見したんだ。そういえば、浅く掘っただけだったもんな。骨ってことはおそらく、野生動物に食べられていたんだろうな。それは当初、ジョン・キルブライドのものであると、推定されたものの、翌日、さらに付近を掘り起こすと、浅く埋められていた残りの部分が見つかり、レズリー・アンダーウニーであるということが、判明したんだ。骨になっていたのは、腕だけってことか。また、遺体と一緒に、彼女が失踪当時着ていた服も、見つかっているんだ。スーツケースに入っていた写真の中には、サドルワース・ムーアの風景も多数あり、スミスの、彼はたびたび、人を殺したと言って、写真を見せてきた、という証言から、イアンが複数の殺人の証拠写真として、何の変哲もない写真を、自慢していたことが分かっており、これらの、一見何の変哲もない写真を、家から持ち出し隠していたという事実は、被害者や殺害場所に繋がるヒントだと、警察は考えたんだ。確かに、旗から見たら意味のないものだが、知っているからこその、過剰反応だったんだな。その写真にやましいことがなければ、隠す必要なんてないもんな。そして、写真を一般公開し、写真と一致する場所を見つける手助けを、地元の人々に求めたんだ。地元の人々の懸命な協力により、多くの場所が特定されているんだ。そしてそれによりまた新たな遺体が見つかったんだ。マジですごすぎるな。10月21日、彼らはジョン・キルブライドの、ひどく腐敗した遺体を発見したんだ。もはや顔で判断することはできず、彼の母親は、衣服から身元を確認したんだ。これも辛すぎるよな。家族の元に帰れたというだけで、不幸中の幸いって諦めるしかないのか。同日、すでにエヴァンス殺害の容疑で拘束されていた、イアンとヒンドリーは、レズリー殺害の容疑で、ハイド判事裁判所に出廷したんだ。それぞれが、別々の裁判所に出廷しているよ。彼らは、10月28日に、2分間だけ出廷し、再び勾留されているんだ。捜査官は、イアンとヒンドリーが、過去数年間に、マンチェスター周辺地域で失踪した、他の子供やティーンエイジャーを殺害していると疑い、ジョン・キルブライドの遺体が発見された後も、しばらく、さらなる遺体の捜索が続けられたんだ。ただ、それでも遺体は見つからず、11月に捜索は打ち切られたんだ。見つからなかったのか。まあ、難しいだろうな。どれくらいの深さなのかもわからないしな。様々な新聞が、このムーアズ殺人事件を取り上げ、さらなる被害者の可能性を訴えたんだ。こうして、彼らの被害者の可能性のある、行方不明者として挙げられていた人々の中には、ボーリン・リードと、キース・ベネットも含まれていたんだ。ちゃんと触れているのはすごいな。適当に名前を挙げているって、わけではないんだな。録音テープについて聞かれたイアンは、レズリーの写真を撮ったことは認めたものの、彼女は二人の男によって、ワードルブルックアベニューに連れてこられ、その後、生きたまま再び連れ去られたと、主張したんだ。それは苦しいだろ。12月2日に、イアンはキルブライド、レズリー、エヴァンスの殺人で起訴されたんだ。ヒンドリーは、レズリーとエヴァンスの殺人と、キルブライドの殺人の共犯で、起訴されたんだ。
この当時では、被害者の数は、3人と考えられているのか？その通りだよ。彼らの余罪は、強く考えられていたんだけど、他の行方不明者と、2人を繋ぐ証拠がなかったから、現状3人だけとされていたんだ。この事件は連日、新聞の見出しを飾ったんだ。なぜなら、英国史上初めて、女性が児童の連続殺人に、関与した事件だったからなんだ。そうなの？そうだよ。もしもこの事件が、イアンだけの犯行であったのなら、数ある事件のうちの一つとして、考えられていたんだ。でも、ヒンドリーが共犯となったことで世間は、なぜ女性がこのような、恐ろしい犯罪に加担できたのか理解できず、彼女の関与が犯罪を、より邪悪で許しがたいものにしたんだ。確かに、前例がないってことなら納得だな。検察側の冒頭陳述は、公開法廷ではなくカメラの前で行われ、弁護側も、同様の規定を求めたが、拒否されているんだ。起訴は、12月に、11日間にわたって、ハイドの3人の判事の下で続けられ、その終わりに2人は、チェスターサイズでの裁判のために拘束されたんだ。イアンとヒンドリーが、沼地で撮影した写真の奥には、ヒンドリーの愛犬パペットが写っていて、子犬の時から写真が撮られていたんだ。そんな昔から、サドルワースムーアで写真を撮っているってことは、本当はもっと昔から犯行に手を染めていて、さらなる被害者がいる可能性もあるのか。写真の年代を特定するため、刑事は獣医に、愛犬パペットの年齢を調べさせているんだ。検査には全身麻酔が必要で、調べられた後、パペットは目を覚ますことはなかったんだ。え？死んじゃったの？この知らせを聞いたヒンドリーは激怒し、警察が、愛犬パペットを殺したと訴えたんだ。え？そんなに怒るの？え？いつも、鬼の首を取ったがごとく怒るのに、なんでそんなドライなのよ。だって、まあいいや。おーい。彼女は、どんな証言でも感情的にはならず、淡々と質問に答えるだけだったため、これは、刑事が彼女の感情的な反応を目撃した、数少ない機会の一つだったんだ。彼女は、パペットが死んだことに対して、こう話しているんだ。心が引き裂かれたような気分です。これほど傷つくことはないと思う。唯一の慰めは、どこかのバカがパペットを手に入れて、傷つけられるようなことにならなかったことです。なんだろう？ぬすっとたけだけしいというか、なんというか。さっき言おうとしたんだが、さっきね、言おうとしたんだよ。そう、ついさっきな。さっさと言いなさいよ。大切なものを奪われて、怒る気持ちがあるなら、なんで子供を奪われた人は、もっと辛く悲しい思いをするとわからないんだ。理不尽に人の命を奪っておいて、自分の大切なものが奪われて、ここまで怒るのかと思ってな。身勝手よね。そういうことが考えられないから、こんなことができるんじゃないかしら。間違いないな。極度の共感性の欠如か。14日間にも及ぶ裁判は、1966年4月19日、フェントン・アトキンソン判事のもと、特別に準備された法廷で始まったんだ。特別に準備？傍聴席には、イアンとヒンドリーを守るため、防弾ガラスがはめ込まれたんだ。子供の命を無慈悲に奪った、二人に対する人々の憎しみは相当なもので、誰かが銃を発砲しかねないほどだったんだ。稀によくあるってやつか。その他にも、2500ポンドもする拡声器の取り付けや、500ポンド相当の電話設備などが準備されたんだ。また、荷物検査や、警備員を普段よりも導入し、入念な警備体制が敷かれたんだ。かなり徹底しているな。また、この事件は国内のみならず、全世界でも注目を集め、付近のホテルは、裁判を取材する国内外のジャーナリストにより、予約が埋まったほどだったんだ。イギリスで初めてってことだし、やはり注目されるよな。裁判を傍聴するために人々が集まり、裁判中は、常に人だかりができていたんだ。検事総長のエルウィン・ジョーンズ卿が、ウィリアム・マーズ・ジョーンズの補佐のもと、訴追を指揮しているよ。イアンは、自由党の国会議員であった、エムリン・フーソンが弁護士。ヒンドリーは、1964年から、サルフォードの記録官であった、ゴッドフリー・ハイルパーンが、弁護を担当することに決まったんだ。スミスは、検察側の首席証人として、呼ばれているんだ。目撃者なわけだし当然だな。裁判の前に、ニュース・オブ・ザ・ワールド氏が、スミスに接触しているんだ。ニュース・オブ・ザ・ワールドは、スミスに独占取材の権利に対して、1000ポンドの提供を約束し、アメリカン・ピープル氏は対抗して、独占取材に、6000ポンドの提供を約束したんだ。現在の貨幣価値に直して、円換算すると、350万円と、2100万円に相当するよ。高額だな。新聞社が、これだけの金額を出すということが、この事件の注目度を物語っているな。これは、小切手ジャーナリズムと呼ばれていて、非常に物理を醸すことになるんだ。小切手ジャーナリズム、わかるぜ、金に物を言わせて、ネタを買うことだろ。読んで字のごとくよ。ニュースオブザワールドは、アメリカンピープルに対抗するために、連載による追加の支払いと、裁判まで、毎週15ポンド、イアンとヒンドリーが有罪になった場合は、一括で1000ポンドを支払うという取り決めにより、スミスは、アメリカンピープルではなく、ニュースオブザワールドの申し出を受け入れたんだ。本当に金に物を言わせているな。これが発覚すると、裁判官と弁護人はスミス夫妻に、取り決めの内容について繰り返し、質問しているんだ。なんでだ？この行為は、法廷侮辱罪に当たる可能性があったためなんだ。スミスは、新聞社からそれを注意されていたため、当初、新聞社の名前を挙げることを、拒否していたんだ。
最終的に、ニュースオブザワールドであることがわかると、ジョーンズは司法長官として、直ちに調査を開始したんだ。こういうのでも、罪に問われるパターンがあるのか。スミスの証言と、警察への最初の供述を比較すると、新聞社の行動を、司法の流れに対する、重大な干渉としながらも、金銭的な誘引によって、実質的に影響を受けたわけではない、と結論付けたため、これらの行為は、特に咎められることはなかったんだ。なんとかなったのか。そのため、ジョーンズは同様の理由で、ニュースオブザワールドを起訴しないことを、決定しているんだ。ちなみに、ニュースオブザワールドは、ジョン・ヘイグの、弁護士費用を払った新聞社だよ。デイリー・ミラー氏が、ヘイグを吸血鬼と揶揄し、裁判の初期手続きを報道したことが、法廷侮辱罪に当たるとして、3ヶ月の懲役、出版社に1万ポンドの罰金が認められたね。あの新聞社と同じなのか。裁判が始まると、イアンとヒンドリーは共に、無罪を主張したんだ。イアンは8時間以上、ヒンドリーは6時間証言したんだ。公判中、彼らが、自分たちの犯罪を反省したり、被害者の家族に対する悲しみを示したりしたことは、一度もなかったよ。まあだろうな。飼い犬に激情するくせにな。裁判を見守った人々は、イアンもヒンドリーも、冷淡で無情で、淡々と話す様子を印象深く、観察していたんだ。イアンだけでなく、ヒンドリーもそういう感じなんだもんな。イアンは、エヴァンスを斧で殴ったことは認めたものの、エヴァンスの死因は、絞殺という病理学者の供述を指摘し、斧で殴られて死んだのなら、私が殺したことになるが、絞殺であるなら、私が殺したことにはならない、と主張したんだ。それはへりくつだよ。無理があるだろ。ヒンドリーは、警察が発見した、サドルワース・ムーアの写真が、被害者の遺体を埋めた場所の近くで撮影されたものであることを、知らなかったと否定したんだ。知らないはずはないよな。イアンとヒンドリーの声が聞こえる、ラズリーの、16分間の録音テープが証拠として提出され、法廷で再生されたんだ。その悲惨さに、二人を除いて、すべての人が衝撃を受けたんだ。ヒンドリーは、ラズリーに対する自分の態度が、不愛想で残酷であったことを認めたものの、それは、子供の悲鳴が誰かに聞かれるのを、恐れたからだと主張したんだ。詳細を聞かれるとヒンドリーは、ラズリーが服を脱がされていた時、自身は開花にいたため知らないと言い、ポルノ写真が撮られた時、彼女は窓の外を見ていたと言い、そしてラズリーが絞殺された時、彼女はシャワーを浴びていたと主張したんだ。バカかよ、通るかんなもん。法廷で公開されたレズリーへの拷問の写真と録音テープ、そしてイアンとヒンドリーの淡々とした対応は、二人の悪名を永続させることになり、裁判の間中、二人は責任を転嫁し続け、その卑怯な姿勢は、世間からの、彼らに対する憎悪を深めるだけだったんだ。確かに、見ていてムカつくだろうな。まだ、反省の様子が見えれば違ったろうに。5月6日、2時間の審議の後、陪審はイアンを、3件の殺人すべてについて有罪とし、ヒンドリーを、ラズリーとエヴァンスの殺人について、有罪としたんだ。当然の結果だな。殺人に対する死刑は、6ヶ月前に廃止されていたため、裁判官は、当時法律が、殺人に対して認めている最高刑である、終身刑を言い渡したんだ。タイミング、いいのか悪いのか。イアンには3回の終身刑、ヒンドリーには2回の終身刑が言い渡され、さらに、イアンがキルブライドを殺害したことを、知りながらかくまったとして、7年の刑期が閉科されているんだ。こうなってしまっては、2回も3回も同じよな。イアンはダラム刑務所に、ヒンドリーは、ホロウェイ刑務所に送られたんだ。アトキンソン裁判長は最終弁論で、殺人を本当に恐ろしいものとし、被告人を、極悪非道の、サディスティックな殺人者の2人、と評したんだ。裁判官は、非常に長い期間を刑務所で過ごすよう勧告したまま、最低刑期を定めなかったんだ。終身刑なのに最低刑期？どういうことだ？この当時のイングランドとウェールズでは、多くの場合、受刑者は、裁判官や大臣が定めた最低刑期を過ぎると、早期釈放の対象となるんだ。だから、これを定めないということは、仮釈放の可能性は、限りなく低いものということだよ。また、逆に裁判官が、終身命令を課すこともあるんだ。これは、内務大臣の裁量により、情状に基づいて釈放される可能性はあるものの、宣告された犯罪者は、決して仮釈放の対象とならないことを、意味するものなんだ。だからこの当時、この事件に対して非常に、慎重になっていたことがわかるね。現状、最低刑期を決めることはできないから、公正に託したんだね。なるほどな。確かに前例がないことだし、これほどまでに注目を浴びてしまっては、慎重にもなるか。短すぎたら、それはそれで批判されるだろうし、長すぎても、それはそれで何か言われるかもしれないしな。ヒンドリーが終身刑を宣告された時、彼女は23歳だったんだ。まだそんなに若かったのか。ムーアズ殺人事件は、少なくとも、フレッドと、ローズウェストの邪悪さにとって代わられるまでは、20世紀のイギリスで、最も衝撃的な犯罪であったんだ。ウェスト夫妻の事件も相当ヤバかったよな。彼女が逮捕された直後に撮影された写真は、ローズウェストが逮捕されるまで、女性的な、悪の観念の代名詞、となっているんだ。女性的な悪の観念の代名詞、すごいな。デビッド・スミスは、イアンとヒンドリーを裁判にかけるのに、力を尽くしたにもかかわらず、マンチェスターの人々から、激しく非難されているんだ。なぜなら彼は、殺人から金銭的な利益を得たからね。二
二人の裁判中に、妊娠8ヶ月だったモーリーンは、スミスと住んでいたビルのエレベーターで、襲撃を受けているんだ。他にも、家の窓が割られたり、破壊されたり、嫌がらせの手紙が定期的に届くなど、悲惨な状況だったんだ。モーリーンは、子供たちが小さいうちは、目を離すことができませんでした。子供たちがまだ小さかったので、なぜ家の中にいなければならないのか。なぜ、他の子供たちと同じように、外で遊べないのかを説明することができなかったのです。と後に語っているんだ。恨まれるべきはヤンとヒンドリーで、関係者に報復は違うよな。なんだかんだ言っても、二人がいたからこそ、事件が解決できたのに。こういった状況を重く見た政府は、司法長官、エルウィン・ジョーンズに対して、報道機関に新たな規制を課すよう、政治的圧力を与えたんだ。ただ、彼は小切手ジャーナリズムの禁止に関する立法には、消極的な様子だったんだ。禁止しろと言われても、そう簡単にできるものじゃないだろうし、いろいろな兼ね合いがあるんだろうな。そのため、彼は法律で禁止することをせず、報道評議会と、1966年11月に、あくまでも自主規制であるとする、原則宣言を作成したんだ。その中には、犯罪証人への報酬の支払いや、インタビューを禁じる規定が含まれていたんだ。でも、ニュースオブザワールドは即座に、この宣言を拒否したんだ。ただ、あくまで自主規制であるために、評議会はその条項を施行する、権限を持たなかったんだ。ニュースオブザワールドは、こうしてスクープを独占して、利益を出していたんだろうな。だとしたら拒否するよな。その後スミスは、喧嘩の最中に他の男を刺したため、裁判にかけられたんだ。彼の主張では、イアンの逮捕に協力した日から受けてきた嫌がらせが、引き金になったと主張したんだ。実際ストレスはすごそうだよな。彼は1969年に、3年の実刑判決を受けているんだ。モーリーンは、自分を糾弾する人々から逃げるように、アンダーウッドコートから、ワンルームの物件に移り、デパートで仕事を見つけ、密かに暮らしていたんだ。ただ、それでも彼女は、逃げることはできなかったんだ。すぐに、モーリーンの存在は噂になり、近隣住民からは嫌がらせを受け、時には、追い出そうとする人々が集まったんだ。これは、集団心理的なものが働いているのか？モーリーンは、自身の家族やスミスの家族から、何の支援も受けられなかったんだ。家族からも断絶されているのか？出所後、スミスはモーリーンと行動を共にすることもせず、新しい生活を始め、15歳の少女と恋人関係となり、同棲を始めているんだ。は？モーリーンは、母親との関係をなんとか修復し、ゴートンの公営住宅に引っ越したんだ。やはり家族とは、仲良くしていてほしいよな。悪いことは何もしていないんだし。1973年にスミスと離婚し、トラック運転手のビル・スコットと結婚し、娘をもうけたんだ。なお、離婚に際して、モーリーンの3人の息子の親権は、スミスが勝ち取ったんだ。マジか。モーリーンとその家族は、ヒンドリーに定期的に面会に訪れているんだ。ヒンドリーは名誉で溺愛していたそうだよ。1972年、スミスは末期癌を患っていた父親を殺害したため、逮捕されたんだ。彼は、過失致死罪を認め、裁判にかけられるも無罪となり、2日間の勾留を言い渡されたのみだったんだ。介護疲れか？それとも父親から懇願されたとか。これは状況によるよな。その後、彼は再婚し、3人の息子と共に、リンカンシャーに移り住んでいるんだ。デビッド・スミスは、2011年、電気作家のキャロル・アンリーと共著で、ウィットネスを出版し、2012年、アイルランドで、癌により亡くなったんだ。いろいろあった人生だったが、息子たちをしっかり育てていそうだし、幸せな人生を送れたならよかったな。内務大臣はヤンに対して、想像を絶する邪悪な人物と評し、改革の合理的な可能性や、仮釈放の適格性は見当たらないと述べたものの、ヒンドリーに関しては、一度、イアンの影響力から離れたヒンドリーについては、必ずしも同じことが当てはまるとは限らない、とコメントしているんだ。彼女が、洗脳から解かれた場合のことを、考えているってことか。ただ、裁判を通じて、イアンとヒンドリーは、嘘をつくという戦略に、堅くなに固執し、ヒンドリーは後に、物静かで、抑制され、冷淡な証人で、容赦なく嘘をついた、と評されたんだ。嘘をつくなら、もっと情に訴えかけるような嘘に、しておけばよかったのにな。イアンの最低刑期は、1982年に40年として設定され、ヒンドリーの最低刑期は、25年とされたんだ。ただ、ヒンドリーは、ちょっとそれで一悶着あったんだ。ぜひそれまで見てほしいよ。この事件の、特に注目すべき部分は、ここから先だと私は考えているよ。それは、被害者の捜索に関してもそうなんだけど、犯罪を主導したイアンと、それに従順になっていたヒンドリーの、刑務所での過ごし方が、非常に興味深いんだ。ヒンドリーとイアンを、それぞれ順番に解説していくね。わかったぜ。ヒンドリーは裁判の直後、有罪判決を不服として、ロングフォード卿の協力を得て、控訴したんだ。ロングフォード卿って、新キャラか？そうだよ。フランク・ロングフォードという人物で、イギリスの政治家だよ。彼は変わり者として、有名だったんだ。変わり者？ロングフォード卿は、犯罪者を擁護することで、有名だったんだ。彼は、ヒンドリーの逮捕後に彼女と接触し、彼女の釈放に尽力し続けたんだ。いろんな人がいるもんな。彼はこの件で、よくテレビで取り沙汰されるようになり、テレビでのヒンドリーの、仮釈放の賛否の討論会において、
ゲストで呼ばれていたレズリーの母親は、ヒンドリーが仮釈放されるという考えに反対し、もし、釈放されたらヒンドリーを殺すと、視聴者に公然と語ったんだ。それに対して、彼女には非常に残念だが、ヒンドリーの運命を、彼女に決めさせるのは馬鹿げていると、平然と返すほどだったんだ。究極的な感情論と、究極的な理性的な人物だな。まるで水と油だな。これじゃあ討論にならないだろ。まあ、そういう人物が、ヒンドリーの味方についたってことだな。そういうことだね、話戻るよ。ヒンドリーは裁判の直後、有罪判決を不服として、ロングフォード卿の協力を得て、控訴したんだ。ただ、裁判所が、司法の誤りはなかったとの意を表明したため、彼女は控訴を棄却されたんだ。すぐに告訴したのか。通常であれば、こういった事件では男性が主犯だよね。この事件も例に漏れずそうだしな。そういったケースでは、男性が最も憎まれることが普通なんだ。場合によっては、共犯の女性すら同情されるケースだって、あるわけだしね。そうだよな。でもこの事件は違ったんだ。イアンは、比較的早く忘れられた代わりに、ヒンドリーは投獄中、常に民衆から憎まれ続けたんだ。皮肉なことに、後に釈放されたくないと語ったイアンは、目立つことを嫌い、ニュースで取り上げられることはほとんどなかったんだ。ただ、釈放されたいと執拗に望んだヒンドリーは、たびたび、マスコミに取り上げられ、世間から憎まれる存在となったんだ。なるほどな。ヒンドリーはずっと抗い続けたのか。また、彼女は20年間も、リードとキースについて自白しなかったというのも、それを増強させる原因となったんだ。20年も黙っていたのか？さらに、ヒンドリーは犯罪において、人々の認識を覆した人物でもあったんだ。犯罪において人々の認識を覆した？その当時の、世間一般の母親像を、完膚なきまでに粉砕した彼女の行為は、本質的な悪に対する世間の認識を助長し、その後の数十年間、彼女は子供をターゲットにした事件や、連続殺人に関して、常に名前が上がるようになったんだ。ああ、確かに女性がこんなことを？とは思うよな。これに対して専門家は、彼女がより一層憎まれる原因を、こう主張しているんだ。女性、しかも一見まともそうな女性が、子供たちに対するこのような恐ろしい犯罪に、手を染めるとは理解しがたいからだ。子供たちを、車に誘い込むのを手伝ったのはヒンドリーであり、車をサドルワースムーアまで運転したのも、ヒンドリーだった。イアンは運転できなかった。いくら彼女が、殺人への関与を最小限に抑えようとしても、彼女がいなければ、イアンは犯行に及ぶことが、もっと困難であっただろう。それなんだよな。彼女がいなければ、犯行は成功していなかった可能性が、高いんだよな。1970年、ヒンドリーはイアンとの接触を断ち、もう二度と会うことはないと悟ったことで、イアンへの洗脳は、完全に解けたと語っているんだ。やはり洗脳されていたのか？事実、ヒンドリーはイアンと、約7年間、手紙で連絡を取り合い、結婚の許可さえ求めていたのにもかかわらず、次第に頻度は落ちていき、最終的には連絡を取り合うことはなくなったんだ。文通は続けていたのか。連絡を取らなくなった、最も大きな原因は、洗脳が解けたことと、さらに投獄されたことに対する、二人の対応の違いがより、二人の溝を大きくしたと分析されたんだ。対応の違い？イアンは、すぐに刑期を受け入れ、それによって自分の罪も受け入れ、すぐに刑務所生活に馴染んだ一方で、ヒンドリーは自分を、イアンに洗脳されていた無実の被害者として、無実を主張し続け、イアンに殺人の責任があると、主張し続けたんだ。イアンに全てを、押し付けようとしたのか。彼女は無罪を主張し続け、自分が犯行に協力させられたのは、自分が意識を失っている間に、イアンが自分の裸の写真を撮り、それを使って自分を脅迫し、時には自分やモーリーンを殺すと脅されて、参加させたと主張したんだ。すごい異様だな。これってイアンが否定したら、破綻するよな。そうなんだよね。実際、イアンはこの指摘を激しく否定し、ヒンドリーは写真にも殺人にも、本当に喜んで熱心に参加していたと主張しているんだ。ほら、言わんこっちゃない。これは溝も深まるわな。こうして、事実上二人の関係は、終焉を迎えたんだ。なお、この時にイアンが、BBC ニュースに宛てた手紙に、こう綴ったんだ。マイラ・ヒンドリーと私は、かつて愛し合っていました。私たちは、統一された力であり、対立する二つの存在ではなかった。その関係は、フォリアブーという、妄想的な概念に基づくものではなく、意識的、潜在意識的な感情的、心理的親和性に基づくものだった。彼女は、定期的な殺人を、相互的な神経伝達の儀式とみなしており、儀式は理論上、私たちをより緊密に結びつけるものだった。記録にあるように、私たちが出会う前、私の犯罪活動は、主に傭兵的なものだった。その後、同期の二面性が生まれた。実存哲学が、死のスピリチュアリティと融合し、優勢になった。私たちは、完全な可能性という概念で実験した。証人席に入る前に、私は彼女の弁護人と、私の弁護人の両方に、ヒンドリーをかばう機会を、最大限に与えるように意図された、特定の質問を私にするよう指示した。これによって、彼女は殺人罪を、一つ免れることができた。私はまた、彼女が証言台に立つ時には、軽微な犯罪は認め、重大な犯罪は否定するという、戦略を取るように言った。
私の助言に基づき、彼女が別個に裁判を受けるべきだったという理由で、量刑不服を訴えたとき、裁判長は、私と一緒に裁判を受けたことで、不利になるどころか、私の証拠はすべて、彼女に有利なものであったため、彼女にとって、大きな利益であったため控訴を棄却した。私は、何年もの間、裁判で彼女に与えた偽装を批准し続けたが、それとは対照的に、彼女は私に、不利になるよう組織的に偽装を始めた。だから、今週のパノラマで、彼女が次のように主張していることを知った。もし彼女が事件に参加しなければ、私は彼女を殺すと脅した。私たちが投獄された後、7年間も、彼女が週に何通もの長い手紙を、私宛に書き続けたという事実は、この皮肉な主張と矛盾する。おそらく、彼女の都合のいい悪魔崇拝は、私が300マイル離れた獄舎から、7年間も、彼女に邪悪な影響力を行使していたことを、意味しているのではないだろうか？彼女は本質的にカメレオンであり、どんなカモフラージュでも似合い、その人が聞きたいと思うことを、何でも口にする。このサブリミナル的なソフトセルは、罪のない純真な人々を誘惑する。仮釈放委員会に関しては、私は彼女に3つの柱、すなわち教育的研究、強力な人脈、宗教を築くよう助言した。彼女はそうした。ヒンドリーが、自分への愛から犯行に及んだと主張しているが、今、彼女は私への憎しみから、行動している。私自身は仮釈放を申請したことはないし、今後も申請するつもりはない。できる霊夢様ならもちろん。ようやくしろって？さようでございます。かつてヒンドリーとの関係が、今のようないがみ合う関係ではなく、真に愛し合っていて、彼女は殺人を儀式として捉え、それをもって、二人をより強く結びつけるものだと考えていた。そのため、自身の犯行には、彼女との愛を確かめるためという意味ができた。裁判でも自分は、彼女をできる限りかばうことに徹した。彼女に有利な質問の答弁を用意し、彼女が証言台に立つ際には、罪を認めた。彼女に対して、軽い犯罪を認めさせ、重大な犯罪を否定させるなどの戦略も指示した。その結果、彼女は殺人罪を一つ免れることに成功した。彼女が量刑を不服として控訴した際には、彼女自身の証言が、彼女に有利だったため、自分の証言は、彼女のマイナスにしかならないため、自分は控訴しなかった。また、彼女の化けの皮が剥がれないように、自分は全て受け入れた。他にも彼女に対して、仮釈放委員会への心証捜査のために、勉学に励み、宗教を信仰し、強力な人脈を作るように指示もした。こうした行いにもかかわらず、彼女は自分に脅されて、犯行に手を染めたと主張し、自分に全ての責任を、押し付けるようなことを、ロングフォード教をはじめとした人々と、組織的にするようになった。彼女の言うことが本当なら、そんな人間と7年間も、手紙でやり取りをするだろうか？彼女は、変幻自在に自分を演出し、人を巧みに騙す。彼女は、自分への愛から犯行に加わったと主張しているが、今では私への憎しみから行動している。として、彼女の主張に対して、疑問を呈すると同時に、彼女の危険性を訴えているんだ。なるほどな。よくわかったぜ、なるほどな。なるほど、なるほど、なるほど。前は愛し合っていたけど、今ではひどい言いようでムカつく。脅されてやったとか言っているけど、そんな脅していたやつと、7年間も誰が文通するかよ、いろんなことして助けてやったのに。あいつの嘘がめくれないように、俺は今まで黙ってきたんだぜ。あいつは自分のためなら、何でも言うやつだから、みんな信じちゃダメだぞ。なるほどな。これに関しては、ウェスト夫妻の時も似たような感じだったよな。なんていうか、人の気持ちを踏みにじられて、怒っているというか。気持ちはわからなくはないが、そこまでしたんなら、最後まで黙ってればいいのにとも思うよな。写真を見た捜査員によれば、ヒンドリーは、完全に共犯の被写体であり、明らかに楽しんでいるように見えたと、話しているんだ。後にイアンは、仮釈放を得ようともがくヒンドリーに対して、仮釈放をさせないと発言した、ジャック・ストロー内務大臣に、ヒンドリーを、一生釈放させないことを指示すると、綴った手紙を送っているんだ。今では憎み合うようになったのか。彼女は、1978年と、1979年に、マーリン・リース内務大臣に、仮釈放を求める3万語の嘆願書を、2通提出しているんだ。その内容は、やはり自分は脅されて、洗脳されたため犯行に及んだとし、今では洗脳は解け、無罪であると主張するものだったんだ。話題にはこと書かないな。1980年、モーリーンは脳出血で倒れ、ヒンドリーは入院中の彼女を、見舞うことを許されたんだ。ただ、彼女が到着したのは、モーリーンが亡くなって、1時間後だったんだ。会うことはできなかったのか。でも、見舞うことを許されるだけでもよかったな。当時離婚していた、ジョン・キルブライドの両親、パトリックとシーラは、ヒンドリーが葬儀に参列するかもしれないと考え、モーリーンの葬儀に参列したんだ。なんでわざわざ？それはもちろん、復讐のためだよ。え？実際に、キルブライドの父親パトリックが、モーリーンの夫の、ビル・スコットの前妻の娘を、ヒンドリーと勘違いし、彼女を襲おうとするというトラブルが発生したんだ。すぐにパトリックは、他の聴聞客に押さえつけられて、大事にはならなかったんだ。本当になんともなくてよかったな。結果的に彼女は葬儀に参列することは許されなかったんだ。それはさすがにな。
その後、ヒンドリーは刑務所の看守の一人である、パトリシア・ケアンズという女性と、恋に落ちたんだ。知事補佐は、刑務所の役人の多くは同性愛者であり、役人同士や、受刑者との関係に関与していた。当時の刑務所では、そのような関係は珍しいことではなかった。と主張しているんだ。それは、なかなかの問題発言だと思うんだが、女性刑務所の看守も、女性なのか。ヒンドリーは、自身をカテゴリー A の囚人としてではなく、カテゴリー B に変更するよう請願し、これは認められたんだ。認められるの？これにより、ドロシー・ウィング知事が、彼女をハムステッド・ヒースの散歩に、連れて行っているんだ。散歩？これは、罪状が不当であると感じた囚人に対して、話を聞くという、ウィング知事の非公式の政策の、一環だったんだ。何の意味があるんだ？ダメだろそれは。この散歩は、すぐにメディアにリークされ、全国紙を騒然とさせるんだ。非常に多くの批判を受け、ウィング知事は、当時の内務大臣ロバート・カーから、公式に叱責を受けているんだ。もし逃げたとかなったら、怖すぎるもんな。てか、怒られるだけで済むのか。普通に退陣まであると思うんだが。また、彼女は看守の恋人だった、パトリシア・ケアンズの助けと、もう一人の囚人仲間である、マキシン・クロフトが外部と連携を取り、逃亡手段を確保するという分担で、ヒンドリーは脱獄を計画したんだ。脱獄？石鹸で作られた、鍵の石膏像が見つかり、刑務所の扉の合鍵を作っていることが発覚したことで、この脱獄計画は、未然に防がれたんだ。石鹸で鍵の型を作ったのか。ドラマで見たことあるぜ。ケアンズはこの計画への協力により、6年の実刑判決を受けたんだ。まあ、恋人と一緒になれるし、良いんじゃないか？私は絶対嫌だがな。また、1982年に、ヒンドリーは仮釈放を検討するには、最低25年間は、刑務所で過ごすべきだと宣告されるんだ。つまり、最低刑期ってことだな。イアンは何年なんだ？ 40 年だよ。これは終身刑の数の差か？しかし、1985年1月、レオン・ブリタン内務大臣は、ヒンドリーの刑期を30年に延長したんだ。ヒンドリーは、1994年まで、その決定を知らされていなかったんだ。それは良いのか？これを知ったヒンドリーは、激怒したんだ。まあ、これは怒るのも無理はないな。これを受けて、貴族院の判決により、終身刑の受刑者全員に、仮釈放を検討する前に、刑務所で服役しなければならない最低期間を、通知することが義務付けられたんだ。まあ、これは、ほら、仕方ないね。1985年2月には、マーガレット・サッチャー首相は、ヒンドリーの最低刑期、30年と、イアンの最低刑期、40年は短すぎると指摘し、私は、この二人の囚人のどちらも、決して、釈放されるべきではないと思う。彼らの犯罪は、現代において最も醜悪で、残酷なものだったと声明を発表したんだ。これは、レズリーの母親ジョンソンが、ヒンドリーが決して、刑務所から釈放されないようにするための、活動を行い、非常に多くの民衆の支持を得ており、この影響力を加味したためだったんだ。実際、国民の上に立つ者として、絶対に無視はできんよな。レズリーの母親は、1999年2月に亡くなるまで、ヒンドリーの釈放が噂されるたびに、テレビや新聞のインタビューに定期的に応じ、娘を失った悲しみを訴え、凶悪犯が釈放されるということに対して、強く反対していたんだ。こうした活動が、生きる糧になっていたんだろうな。1986年11月、キースの母親ジョンソンは、ヒンドリーに手紙を書き、息子に何が起こったのかを知りたいと、懇願したんだ。私はクリスケ病院の、厨房で働いている平凡な女です。この手紙を書くのに、5週間もかかったのは、この手紙の意味を理解してもらうことが、とても重要だったからです。ヒンドリー、どうか助けてください。息子に何が起こったのか、どこにいるのか教えてください。笑おもすがる思いだったんだろうな。警察は、彼女が手紙を受け取った数日後に、当時ケント州の、クッカムウッド刑務所に収監されていた、ヒンドリーの協力を期待して尋ねたんだ。手紙を読んで、心境の変化を期待したのか。彼女は、殺害への関与を認めようとしなかったものの、イアンと一緒に訪れた場所を特定するために、写真や地図を見て協力することに、同意したんだ。いかなる理由であろうとも、犯罪者を外に出すというのは、安全保障上の問題が懸念されていたにもかかわらず、ダグラス・ハード内務大臣は、訪問は、危険を冒す価値がある、という見解を示したんだ。そのために、彼女に案内させることが可能となったんだ。おお、遺体の場所まで案内するのか。彼女は、ホリン・ブラウン・ノールと、シャイニー・ブルック周辺の写真に、特に興味を示したが、サドルワース・ムーアを訪れて、場所を特定できる自信がないと、述べているんだ。特徴とかがないと、難しそうだよな。1986年12月16日、ヒンドリーはサドルワース・ムーアでの、警察の捜索を支援するため、2回にわたる訪問のうちの、1回目を行ったんだ。2回現場に行って、案内したのか。警察が、サドルワース・ムーアに入るすべての道路を閉鎖し、200人の警察が動員され、巡回するという厳戒態勢の中、訪問が行われたんだ。そのうちの40人が、武装していたんだ。そこまでするのはすごいな。ヒンドリーと彼女の弁護士は、午前4時半に、
ッカムウッドを出発し、メイドストン近くの飛行場からヘリコプターで、サドルワース・ムーアに飛んだんだ。ヒンドリーは、見たものと自分の記憶とを結びつけるのが難しいと話し、頭上を飛ぶヘリコプターを、しきりに気にしていたんだ。ヘリとかを気にするんじゃなくて、やるべきことをするだけだな。結局、何の成果も得られなかったんだ。え？成果なし？マスコミはこの訪問を、大失敗、売名行為、軽率な金の無駄遣い、と評したんだ。200人の警察が動員されて、ヘリなどもチャーターされたのに、これは確かにひどいな。トッピング主任警部は、サドルワース・ムーアを、徹底的に組織的に捜索する必要があった。このような捜索を個人で行うことは、決して不可能だっただろう、と振り返っているんだ。トッピング刑事は、ヒンドリーが警察に協力する動機について、かなり皮肉に感じている。ウィニー・ジョンソンの手紙も、一役買っていたかもしれないが、イアンの不安定な精神状態を知っていたヒンドリーは、彼が警察に協力し、世論の賛同を得られるような、利益を得ることを懸念し、そうなる前に自分が自白し、世論の賛同を得ようと考えていた、と分析しているんだ。ただのアピールだったってことか。12月19日、当時38歳になっていたデビッド・スミスも、警察が捜索すべき、追加区域を特定するのを手伝うために、約4時間、現場で過ごしているんだ。これは何か、進展はあったのか？何もないよ。まあ、関わっていないもんな。トッピング刑事は、彼女の弁護士マイケル・フィッシャーと、牧師であった、彼女のカウンセラーである、ピーター・ティムズと共に、刑務所のヒンドリーを訪問し続けたんだ。いつかは、期待に応えてくれると考えていたのか。こうした試みの末に、つい1987年、2月10日、ヒンドリーは、5件の殺人すべての完了を、正式に告白したんだ。ここで初めて、正式に告白なのか。ただ、このことは1ヶ月以上、公表されなかったんだ。彼女の供述を録音したテープは、17時間を超えるもので、トッピングはそれを、非常によく練られた演技であり、彼女は私に、知ってほしいだけのことを話し、それ以上のことは話さなかったと思う。本物の自白というより、素晴らしいパフォーマンスを、目撃したと感じた、として、真実かどうかに疑問を呈しているんだ。やっぱり、自分は更生したと見せるための、アピールのように見えるな。イアンもそれを指摘していたしな。その自白は、殺害方法など彼女に都合の悪いことは、別の場所にいた、見ていないという具合に、話されていたんだ。専門家は、彼女の、仮釈放の嘆願書や、控訴が却下されたことは、彼女にとって、殺人事件に関与していないという主張が、全くありえないものであることを最終的に確認するものとなった。だからこそ全く別のキャンペーンを開始した。キース・ベネットの母親が、ヒンドリーに、息子に何が起こったのか明らかにしてほしいと、懇願した手紙を送ったが、これが新たな戦術のヒントを与えた。と分析しているんだ。つまり、無実を主張するのは無理だということが分かったから、罪を認め、反省していると印象づけることで、仮釈放を目指す方針に変えたってことだな。警察はイアンを再び訪ね、ヒンドリーの自白について告げたんだ。彼は当初、それを信じようとしなかったんだ。ヒンドリーが提供した、リードの誘拐の詳細をいくつか見せると、イアンは自分も自白をしてもいいと告げたものの、それには一つの条件を提示したんだ。条件？それは、自殺の手段を与えるというものだったんだ。はぁ？彼の罪状は終身刑であり、それは、いかなる理由があっても、許されるはずはなかったんだ。死刑じゃないもんな。ほぼ同じ頃、キースの母親ジョンソンは、ヒンドリーに再び手紙を送り、警察に協力して、息子キースの遺体を探すように懇願したんだ。その手紙の中でジョンソンは、最初の訪問をめぐる批判に対して、ヒンドリーに同情を示したんだ。自分を味方と印象づけて、話してもらおうとしたのか。最初の手紙に、返事を出さなかったヒンドリーは、彼女の同情がよほど嬉しかったのか。ジョンソンに手紙を返したんだ。彼女は、2通の手紙へのお礼を最初に述べ、トッピング警部補に敬意を表し、キースの母親ジョンソンの誠実さに、感謝を述べたんだ。最初の手紙に返事を出さなかったのは、自分への否定的な評判のせいだと説明し、ジョンソンの手紙が、14年早ければ、自分は自白し、警察に協力しただろうと、彼女は主張したんだ。今さら何言ってんだ？すぐに協力しろよ。今までずっと、自分は無罪って言っていたくせに。さらに、レズリーの母親からの手紙も、同じ時期に受け取っていて、これにも返事を書いているんだ。彼女が自白したことで、ヒンドリーの弁護士は、彼女が反省の態度を示したことによって、仮釈放の可能性が、大いに高まったとの考えを示し、あと10年もすれば、仮釈放できるかもしれないとの見通しを示したことで、世間はまた彼女を激しく非難したんだ。マジで余計なこと言うよな。それじゃあ、それがアピールとしか思えなくなって、反感を買うだけだろ。世論の重圧と、被害者遺族の激しい反対運動に屈した、マイケル・ハワード内務大臣は、イアン・ブレイディ、ピーター・サトクリフ、デニス・ニルセンを含む、23人の囚人と同様に、マイラ・ヒンドリーは決して釈放されないと宣言して、沈静化を図るほどだったんだ。デニス・ニルセンとか、懐かしいな。ヒンドリーは、1987年3月に、2度目のサドルワース・ムーアの、訪問を行ったんだ。この時も、彼女の訪問を取り巻く、警備のレベルは、非常に高いものだったんだ。
彼女はマンチェスターの、プレストイッチのセドグレイパークにある、警察署長のアパートに一泊し、2階に分けて訪れたんだ。以前はストレスや疲れで、何の成果も得られなかったから、考慮しているんだな。ヒンドリーは警察に、捜索が集中している、二つの地域である、ホリン・ブラウン・ノールと、ホーグレインが、正しいことを確認したものの、実際に、遺体を埋めた場所を突き止めることは、できなかったんだ。マジで無意味だな。また、1987年4月、弁護士フィッシャーはヒンドリーを説得し、それまで罪を否認していた理由、獄中での宗教体験、ジョンソンからの手紙について触れた、公のヒンドリーの自白が公開されたんだ。メディアの強い関心の中、ロングフォード卿は、ボートの感情を満足させるために、彼女の交流を続けることは正しくないとして、彼女の釈放を嘆願したんだ。は？何言っているんだ？つまり、一部の民衆の怒りを収めるために、彼女を交流し続けるのは違う。彼女には、仮釈放されても良いはずだって、主張しているんだね。いや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 、これを偉い人が、言っているのが驚きだな。その後、数ヶ月の間、何の進捗もない捜索に、メディアの関心は徐々に薄れていったんだ。そんな時、彼女は後に、リードの隣で草むらに座り、夜空にシルエットを描く、ホリン・ブラウン・ノールの岩が、見えたことを思い出したと、捜査官に伝えたんだ。おお。これにより、再び捜索に火がつき、その場所の捜索が行われたんだ。こうした捜索が行われ、ついに、1987年7月1日、レズリーの遺体が発見された場所から、90メートル離れた場所で、1メートルの深さの場所に埋められた、ボーリン・リードの遺体を発見したんだ。ついに見つかったのか。遺体の捜索から、延べ100日以上費やして、やっと見つかったんだ。そして彼女は、家族の墓に埋葬されたんだ。ただ、発見されたのは完全な状態ではなく、いくつかの骨が紛失していたんだ。沈黙を守っていたヤンに、この知らせが届くと、トッピング刑事に、正式に自白し、報道陣への声明の中で、自分も、警察の捜索に協力すると、発表したんだ。さて、周辺は、これくらいにしようかしら。これからどうなるんだよ。逮捕後のゴタゴタが、ここまであるってやばいな。次回は、ヒンドリーの人生全部と、イアンの人生全部で終わりね。さらっとすごいこと言うな。それじゃあ、今回も長いこと、本当にいつもありがとうございます。いいと思ったら、コメントや高評価、チャンネル登録してくれよな。私からもぜひお願いします。それじゃあ、またね。